皆さんこんにちは。ラジ歴を聞いていただきありがとうございます。歴史フリークの私ディートンと、歴史に仕事にプライベートに頑張るマンソッシーとでお送りする、砕けて笑ってためにもなっちゃう、そんな思わずシェアしたくなる歴史の話をお楽しみください。ということで、今回も始まりましたラジオ歴史小話ですけれども、今回444回の、切り番ということもあり、まあ、444、444と4が続くので、はい、まあ、ちょっとあんまりね、うん、日本語的にも、縁起がよろしくないということで、そうなんですよ。そういった邪気を払う意味も込めてですね、はい、今回は、ソッシーにメインで喋ってもらうということで、はい、またでもなんで法隆寺をテーマにしたの？法隆寺ですね、うん、まあ、この間僕 DIY で本棚を作ったんですよ。お、何で、ホームセンターに行って、うん、木をですねたくさん買って、これもただの木じゃなくて、ね、1本あたり、うん、まあ、4メートルぐらいするめちゃくちゃ高い木を6本ぐらい買って、はあ、で僕ん家めちゃくちゃ天井が高くはないんですけど、まあ、2メートルずつに切って壁一面に本棚を作ったみたいなことを、まあ、夏休みも、ね、あるんでやってみたんですけどもしかしてその夏休みの工作をしたら法隆寺をちょっと調べてるよって、はい、そうなんですよ。なるほどね。まあまあいいんじゃない。なんかちょっと賢そう。あ、本当に、いやもう賢いんですけどね、はい、ちょっとこれは言い過ぎたんですが、はいはい、でもやっぱりね、木造建築で日本が、うんうん、世界に誇るそうだね、法隆寺じゃないですか。法隆寺、うん、だって1300年も残ってるんですよ。やっぱすごいよね。木造建築でこんなに残るって、これ世界見渡してもどこにもないっていうことがまたまたびっくりで、うん、そうだね。で、まあよくよく辿ってみると、まあこれも一つの仏教建築と言われているものですが、うんうん、まあ、そもそも日本に仏教っていつ来たんだみたいなことから見てみたら、538年の説が今一番強いよね。はい、まあいずれにしろ朝鮮半島の百済ってところから ね来たっていう。いずれにしろ6世紀の、真ん中ぐらいには日本に仏教が正式に伝来したという、うん、そうですね、ことだなと。この法隆寺が一体いつ建てられたのか。うん、いや、もうそれは技術もたくさん詰め込まれて。うんうん、まああんな高いしね。はい、高いし。だからまあ相当のやっぱり年月を経て仏教建築、日本の中でもたくさんやっぱり歴史を積み重ねた後に作ったのかなと思ったら。満を持してできたこの法隆寺、7世紀初頭なんですよね、作られたのが。そうだ、ね、さっき仏教が入ってきたのって6世紀の、まあ、中盤ですかね、うん、でそこを見てみると100年も経ってないんですよね。そうだね、100年も経ってなくて作られた、うん、まあその仏教が入ってくる、で仏教が入ってきて、まあお寺で、まあ、お祈りをするってことで、まあお寺が日本国内にも建てられていく時期がちょうど、まあ、6世紀後半から、うん、7世紀初頭にあたると思うんですけど、うんうん、まだまだそんなにお寺を建築することの実績がそこまで多くないこの時代に1300年も残るこんな建物が建てられるなんてすごいなって感心しちゃったんですよね。まあ、法隆寺はね、その、はい、聖徳太子が作ったのが607年とか、その7世紀の序盤に作られたって言われていて、まあ、その後再建した、うん、されたっていう再建説もあったりするけど、はい、まあ、それでも、うんうんうん、まあ、1000年を超える長さの建物が残っているっていうこと。そうですね。やっぱこれは一つすごいことだなと、はい。で、その何がすごいかっていうと、うん、一つは、はい、今、ソッシーが言ってくれたように、その技術をね、しっかりと集めて、はい、その、日本の木材を使い、聖徳太子やその仏教に対する思いを乗っけて、うん、中国からの技術、とかを使ってね、はい、その、うん、石をしっかりと根元に植えて、それを並べて、礎石を作るのにもね、やっぱ中国の技術を使ったっていうことみたいですね。だからそういう石杖をきっちりとしたものを全部組み合わさって作られたっていうこと、まあこれは一つ結晶としてね、うん、なんかやっぱすごいなっていうところありますし、はい、やっぱりその、はい、法隆寺というものが残っているっていうこと、うん、まあ、1000年近く、うん、1000年を超えて残っているっていうことを踏まえても、やっぱりこれは、はい、ある種、こう、法隆寺だけじゃないんですけれども、やっぱり海外と比べたら戦争の火、うん、火で燃えるっていうこと、はい、これを避けてくることができたっていうこと。やっぱこれがやっぱ一つすごいなと、うん。中国とかで見るとやっぱ石仏、うん、石の仏様とかは残ってる。これは燃えないから。はい、で、そうですね。燃えないですね。ね、ちょっと、まあ、21世紀の頭にバーミヤンの石窟が、
アルカイーダとかタリバンとかに破壊されてしまうっていうシーンがあったわけですけれども、はい、やっぱそういう爆弾を使わない限り石仏は壊すことはできないっていうので、うん、はい、基本昔戦乱を乗り越えて残ってきたけれども、はい、日本の場合は木造建築すら残っている、うん、まあ、地震とかも多い中よう残ってくれたなっていう、ね、なんかこのそういった意味でも今後もね大切に残していきたい、はい、そんな法隆寺ですな。うん、なんか今のようなやっぱ戦乱とかの状況もあると思いますし、あと見てて気づいたのが、やっぱり日本ってやっぱりいい木材がたくさん取れるみたいなんですよ。そうだね。ヒノキだったり杉だったりってもう硬くてでも加工もしやすくて、それこそその木造建築に向いているそういう材料っていうのはなかなかその大陸の国々にはなかなか取れないものみたいなんですね。うんうんうん、だからまあ仏教建築が入ってきました、技術がその中国の方々から教えてもらいましたっていう、もう習った通りにやるだけじゃなくて、その日本の中で持っている素材とか、まあ、僕らの持ってるその知恵とかそういうのをうまく組み合わせた結果が、まあ、こういう長い年月をねこうやって残っている法隆寺なんだなと思って、いやー僕も今回作った本棚しっかりこの先残していけるかなってちょっと不安になってきちゃいましたね。やっぱ1000年残るんじゃない本なら。やっぱりまあ新しいことするときに01で作るのではなく、まあ外のまあ知識をしっかりと入れながら、まあ自分たちなりにカスタマイズしていくとか、自分なりにまあ作り上げていく。なんかそういう姿勢で学びながら新しいものを発想していく、こういう姿勢を改めて今回法隆寺から感じたエピソードだったかなというふうに思いましたね。なるほどね。やっぱりそうだよね。その法隆寺、日本っていうとやっぱ島国でこう海外との付き合いっていうのは鎖国も途中してたっていうこともあって、明治以降な印象があるけれども、うん、やっぱ法隆寺なんかを見るとその建物を作られている、まあ今中国の技術がっていう話は出たけど、エンタシスっていうパルテノン神殿で使われている技術と同じ、はい、そう同じ技術を、法隆寺の円柱、うん、その柱にも使われていて、うん、丸みの帯だね、真ん中がちょっとふっくらした、柱をエンタシスっていうんだけど、そういったものを使って、はい、やっているっていうこととか、あるいはそもそも法隆寺を作った聖徳太子、うん、この人自身も生まれが、はい、馬屋小屋の馬小屋の前で馬小屋の前で生まれたっていう、そういうエピソードがあるわけなんだけど、うんうん、これは中東のね、キリスト教の、はい、うん、イエス・キリストが生まれた伝承、はい、これを踏まえてるんじゃないか、これの影響を受けてるんじゃないかっていうことも言われてるわけで、キリストの影響を受けてるんですね、はい、あるいはその法隆寺の中に残されているものっていうもの、うん、水瓶とかね、水を入れている瓶、水平っていうんだけれども、うんうん、この水の瓶の形もペルシャのものと形が似てたりとか、入れてあるその文様とかのある銀のお皿とか、はい、布とか、そういったものの、文様が獅子狩文様っていうのがあるんだけども、その獅子、うんうん、ライオンを取ろうとしている文様になっていて、これがペルシャの、はい、風習とか見え方、馬上の人間が振り向いて、はい、矢を射ろうとしている格好のやつとか、まあ、これ国宝の法隆寺鹿り文様金とかあったりするんですけど、まあ、こういったことからもやっぱり日本っていうのは世界、はい、その昔から、はい、途中その海外との交流をやめてた時期もあるけれども、うん、基本的にやっぱ世界と一体になって、はい、そういった世界からの影響も受けて、そうですね。やってきたっていうことで、決してガラパゴスではないっていうこと。はい。だからいろんな技術、ね、いろんなもの、こういったものをしっかりと受け止めて、今後も21世紀令和の時代に、はい、まあ、聖徳太子から見ても恥ずかしくないようなね、そんな形で、今後も、かき食えば、金がなるなる法隆寺ということで意気込んでいきたいと思います。はい。ということで、本日は法隆寺についてお話をお届けしました。ラジ歴ではツイッターで皆さんから疑問、質問、感想などを募集しております。ツイッターアカウントはラジレキで検索してみてください。皆さんからのメッセージお待ちしております。それでは444以降のラジオ歴史小話、ラジ歴を引き続きお楽しみいただければと思います。お相手はリートンとソシでした。